うん、君のことは知っている。先週は請求列車にずっと注目してたからね。ジンはカンパニーに指名手配されているだけでなく、先週の重罪人でもある。すまないが、彼の情報を提供することはできない。現在知られている性格ハンターは5名。リーダーのエリオ以外、大まかな行動はカフカが主導している。大牧師が暗号通信を捉えていなければ、もっと長く影に隠れていただろう。性格ハンターを捕まえたら、私たちに渡してほしい。ああ、通常の手ならな。だが大牧師には独自の方法がある。誤解しないでくれ。先週は犯人を拷問したりしない。尋問には必ずしも暴力が必要なわけじゃないからね。とにかくその後はお任せを。手に入れた情報は余すことなく皆さんに共有すると約束しよう。ことがうまく進み、時間が空いたらぜひ宇宙で見聞きしたさまざまなことを教えてほしい。私はジムに追われて何年も遠出をしてないから。しばらく消息を絶っていた列車が再び星々をかけ軌道に戻ったと知り、誠に心が躍るよ。私は他に用事があるため先に失礼する。では。軽減か。ただものではないようだな。怪しいまではいかないが、どこか違和感を覚える。うん、そうだ。怪しいといえばわずかではあるものの、故意にジンの情報を流してきた。運気軍が性格ハンターを捕らえたというのなら、それを手がかりにカフカの居場所を特定すればよいものを、どうしてわざわざ俺たちに誘い出させるんだ。よそ者が性格の件に関わるのを避けるのに、性格ハンターのことについては寛大だ。そう、俺が思いつく理由は一つ。ジンの逮捕の真偽がどちらであれ、少なくとも今の彼は選手の手から逃れている。そして性格ハンターを誘い出せるのはカフカとつながりのある俺たちだけ。だからケーゲンは遠回しに援助を求めてきた。ジンの逃走を知られては困るからな。もしこの仮説が正しければ、俺たちは一歩事件の核心に近づいたとも言える。軽減将軍についてどう思う？あんたは誰を見ても怪しいと思うよね。
女の子の勘ってやつ？ただ玉空より話しやすいよね。だから将軍になれるんだと思う。舵取りの誰かさんとは違ってね、人当たりの良さの差だよ。さ、大木殿、私と彼らの話を聞いてただろう。君の考えは？考え？天理は明白だが人心は奥深い。あの者らの来意が吉か凶か占って差し上げましょうか。それは結構。請求列車はこのことと無関係だ。私が保証しよう。我々もその来意を深掘りする必要はない。餌で魚が釣れればそれで十分。それ私の提案でしたよね、将軍。そうそう、普賢殿の知恵は実に心強い。今後も頼みましたよ。ふならば早く座を譲ってもらいたいものです。それはまだ早い。万が一変数が生じたら将軍の私が責任を負わねばならない。全てを手放して普賢殿を基地にさらすわけにはいかないからね。一刻も早く性格ハンターを私に渡していればこんな面倒なことにはなりませんでしたのに。一体どういうおつもりで？ケーゲン、まさかわざと逃がしたのです？私が？普賢殿のように未来を占うことのできない私がかい？これは運気軍の怠慢が原因であり私の責任だ。分かってますわ。先週の雑務に追われさぞかし疲れているのでしょう。この私が下で支えていなかったら。そういえば次の録音会議では今度こそ私を次期将軍に推薦する約束を果たしてもらいますから。はいはい、了解了解。私は別の用事があるからここで失礼する。あとは才に恵まれた普賢殿に任せた。先週の厄介ごと、机の上の公文書、花壇の雑草、この三つはどう力を尽くしても綺麗にならないか。将軍、大木が将軍の座につこうとしているのは誰もが知ってること。彼女は才能を持っているがもっと心を磨く必要がある。そのまっすぐな気質が磨き直された日には私も引退を考えよう。性格のことなら面倒くさいも何もない。逃げたならもう一度捕まえればいいだけの話。将軍が命ずれば僕が今にでも奴を追うけど。元凶よ、何かをなそうと焦る気持ちはよくわかる。だが今ではない。剣士の名が欲しいのだろう。下手に動いて交戦するのは避けるべきだ。特に重罪人相手とはね。将軍は僕があの陣に負けるとでも？そう躍起にならないでくれ。我慢してほしい。泉州の平和を維持するのは剣術とは違う。計画通り順を追って進めてこそ精を成す。それに裏で動いているものもまだ明らかになっていない。疑問は一つ。それが解き明かされるまで棋局は今のまま維持させる。そしてその疑問こそ性格だ。どのようにして天白氏の審査と大木氏の推定を避けどこに置かれたのか。一番手っ取り早いのは二人の性格ハンターを捕まえて大木のところに送ることなんじゃないか。この件はすでに列車の客人に託した。焦ることはない。
事の最後には君の手が必要になる。君は私が最も信頼する人物だからね。君にしか託せないことがある。よく聞いてくれ。まったく私がいけないんだ。若いのを家に閉じ込めすぎた。何かをやらかしてもおかしくない。箱の中の三尺水、いつに方々を試さん。でも今回はそのヨーヨーとした息がくじかれるだろう。一緒に